周囲の全ラプシャー排除完了。よし、じゃあ報告するね。報告します。このエリアを占拠していた全ラプチャーを排除し、人類連合軍第29司令部奪還任務を完了しました。わあ、レン、ちょっとあれ見て。気持ち悪くない？あれって本当に機械なのかな？観察する余裕があるなら一体でも多く切ってくれ。どうしてそんなにせっかちなの？焦ったところで切るべきものは変わらないのよ。心に余裕があればもっと上手に切れる。厳しいだろう。頭の一部が完全に破壊されている。これは助からぬ。そう、本部に送るために棺を用意してほしいって連絡するね。ああ、正式な部隊になるかもしれない。そうだ、驚くことにな。何が変わる？今より安定して部隊を運用できるようになるし、他の部隊に公的に支援要請をしたり受けたりできるかな。あまり実感のない部分だな。何言ってるの？名前がつくのよ。もっと現実的なことを言うと、支援物資の質と量が向上するの。それは悪くないな。あ、そういえば指揮官、私たちの追加支援物資はいつ頃？上層部は一体何を考えているんだか。指揮官？なんだ、私を呼んだのか？はい、呼びました。指揮官と呼ぶなと言っただろう。階級で呼べ。はい、注意。私たちの追加支援物資はいつ頃届きますか？この間から補給周期が少しずつ長くなっているようですが。補給？戦況がどんどん悪化しているからだ。当然補給品も遅れるに決まっているだろう。そうですか。だからもっと努力して正式部隊になれ。補給物資を受け取ることができるように。はい、もっと頑張ります。もうこんな時間、空も暗いし、拠点に戻るには微妙な時間ね。あそこはどうだ？あそこなら一晩くらいは過ごせるだろう。そうね。じゃあ今日はここで野営しましょう。剣だと甘く見たら首が吹っ飛ぶぞ。マジでダリーな。ちょっとタイム。大したことねえな。勝ちましたね。指揮官はお怪我などございませんか？
平和だな。いいと思わない？こういう平和な感じ。平和すぎて任務中であることを忘れているのではないかと疑いたくなるがな。最近任務続きでみんな疲れ果ててたでしょ。たまにはこういう平和な時間もないとね。それでも気を緩めすぎてはいけない。分かってるって。レンが舞台のみんなを大切に思ってること、みんなが油断して怪我をするんじゃないかって心配してるんでしょ。安心して、大丈夫。こうやって率先して見張りをしてくれる優しい妹もいるし、みんなああやってリラックスしてるように見えても剣はそばに置いてるから。だから多めに見てあげてよ。久しぶりでしょ、こうやってのんびりするのも。わかった。ということで、みんなが休んでる間も頑張ってくれてるレンのために、じゃーん。それはなんだ？これ補給品の中にあったの。一緒に一杯どうかなって。酒？何を考えている？任務中に酒など。まあまあいいじゃない、一杯だけよ。二軒になったのにまさかこれ一杯で酔うはずないでしょ。しかし。そんな固いこと言わずに、ほら。乾杯。いい香り。バラの香りかな。どうしたの？体に合わなかった？苦い。苦い？苦すぎる！なぜこんなものを飲むのだ？そっか、苦かったか。私はもういらぬ。残念、私は気に入ったのに。昔、人間だった頃、あの頃もこうやって一緒にお酒を飲んだことあったのかな。わからない。私たちが覚えているのは姉妹だったということだけだ。不思議だよね。どうしてそれだけは覚えてるんだろう。フェアリーテールモデルの適合者じゃなければ普通は何も覚えていないか全部覚えているかのどっちかなのに。忘れられない記憶だったのだろう。え？死んでも姉さんのことは忘れないと思っていたのではないか。そっか、忘れられないほど仲が良かったか悪かったかどっちかだろうね。忘れられない姉妹か。どっちにしてもいいね。風の吹くまま、雲の流れるまま、思うがままに、そんな人生を生きてみたいな。なんだその遊び人のような歌は。ん？将来の計画みたいなもの？またふざけたことを。さっきみんなに戦争が終わったらどうするのって聞いたら、1週間ずっとベッドでゴロゴロしたいって子もいたし、温かいスープを鍋いっぱいに作って食べたいって子もいたし、読みたかった漫画を読破したいって子もいたわ。あ、そういえばこんなのもあった。すごく有名になってゴッテス部隊と一緒に任務に投入される。本当につまらぬことばかり夢見ているのだな。こういう時代だからね。夢の中でしか叶えられないことばっかりだから。おお、ゴッテス部隊と一緒に任務をするっていうのが一番可能性あるかな。ふん。そういうレンは何がしたいの？私か？うん、
さあ、私は武装を解いて姉さんと手合わせしてみたい。手合わせ？武装を解いて私と手合わせするのが蓮のしたいことなの？なにそれ、一番つまらないじゃない。そうか、私もつまらぬことを言ってしまったようだ。でしょ、そういうものなのよ。やっぱりいいな。次はみんなで一緒に飲もうか。なぜ急に？こうやって二人で飲んでみてすごく良かったから、みんなで一緒に飲んでみたくなったの。今年最後の日、初日の出を見ながら飲みたいな。今年一年お疲れ様ってねぎらって、新年をお祝いして、チームの団結のためにも。好きにするがいい。支援箱の中にいいお酒があったんだよね。何ヶ月か熟成させたらもっと美味しくなるかな。余計苦くなりそうだ。